セルヒー・オレクサンドロビチ・デミデュークは、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国、シンフェロポリ出身で障害層が、専門の陸上競技選手。110メートルハードルで13秒22、室内60メートルハードルで7秒53の自己ベストを持つ、両種目のウクライナ記録保持者。2007年大阪世界選手権、男子110メートルハードルのファイナリストである。 2007年8月の大阪世界選手権、男子110メートルハードルにおいて決勝に進出し、この種目では、ウクライナ勢発のファイナリストになると、決勝では13秒22のウクライナ新記録を、樹立して6位に入った。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。ビコーランの記録は、当時のもの、ワールドチャンピオンシップス北京2015アスレチックス。 スタティスティックスハンドブック国際陸上競技連盟2017年3月20日閲覧ありがとうございます。